このキスはフィクションです。チャンネル登録お願いします。はあ、先輩、ため息ついてどうしたんですか？ん？ひまりか、お前はいつも元気だな。もちろん、だって私にはドキドキしてキュンキュンできる元気の元がありますから。え、それってじゃーん、ひまりの元気の元はこれ。飲んだら気分がシュワシュワワーン。飲んだらわかるよ、ゼロスカッシュ。はい、カット。ひまちゃんよかったよ、はじける若さトロピカル。次はもっと告白前の甘い雰囲気を出してみようか。じゃ、もうワンテイク。私、神戸ひまり、芸名ひまり、16歳、一応女優です。ひまちゃん相変わらずだね。役に入ると別人なんだけど。落ち着け落ち着け、告白前の甘い雰囲気。甘い雰囲気、甘いとは。そろそろ行きます。よし。先輩、ため息ついてどうしたんですか？いろいろな役になりきれて、とってもやりがいのあるお仕事だと思っています。けど、朝から炭酸10本飲むのはさすがにきつい。うえひまちゃん、お疲れ様。このまま学校まで送るから寝てていいよ。この無駄にイケメンな人は奏くん、26歳、デビュー当時から私についてくれている敏腕マネージャーです。わあ、ありがとう、かなでくん。この仕事は体が資本だからね。ひまちゃんは今うちの事務所でナンバーワンの売れっ子さんだし。え、私が事務所のナンバーワン？可愛い子は他にもたくさんいるのに。わわわ、そんなこと言われたらプレッシャーで眠れなく。ごめんごめん、でも人気なのは本当だよ。演技力もピカイチで、仕事熱心だから現場受けもいいし、ひまちゃんならこれからももっと活躍の場を広げていけるって思うんだ。僕ももっとマネージャーとして頑張るからね。かなでくん、仕事は結構大変だけど、こうして頑張れるのは支えてくれる人がいるからこそだと思います。ありがとう、行ってきます。もしもし。はい、私はひまりのマネージャーですが。え、本当ですか？おはよう。おはよう。私が通う小まり学園は、中学から大学までエスカレーター式のマンモス校。とにかく人が大勢います。さてと、メガネをかけて。ああ、もしかして女優のひまりさんですか？おげー、あやちゃん。ひまり、今後バラエティに挑戦するならドッキリとかハマると思うよ。耳キーンとしたわ。この子は幼馴染で親友の美月あやちゃん。私の仕事のことも全部知ってくれています。そうそう、昨日のギャルデカ見たよ、超面白かった。あ、ありがとう。ギャルデカは私が今主演をさせてもらっているドラマで、いつも派手な衣装で撮影しています。日曜21時放送中。しかし本当、普段のあんたとは真逆だよね。変装にしてももうちょっと JK らしくすれば？だってお仕事でならいいけど、普段お化粧したり可愛い服着るのには抵抗があるというか。おはよう、神戸。おやー、うるさと驚かせてごめんな。これ秋山先生から神戸にって。ありがとうございます。いいって、ついでだし。じゃあな。おお、さすがはうちらの学年のイケメン代表、上原修平。おっす。それにしても芸能界に入ったら治ると思ったけど。ひまりの男嫌いは相変わらずだね。普段から芸能人バージョンのキャラでいけば、学校でも人気出るしモテるよ。無理無理、あれはスイッチオンにしてるからギリギリ平気なだけで。またあんたはそんな謙遜して、
だから周りから女優のひまりと名前一緒だねとか言われちゃうんだよ。ずーバレるのに。だってだって人気とかモテとか私には不相応だし、それに私にはあやちゃんさえいれば十分だし。うん、はぁ、まったく私はあんたの今後が心配だよ。あやちゃん、そう、芸能人ひまりだと気づかれないまま平穏に静かな学校生活を送れればそれで十分。この日常に満足しているのです。このキスはフィクションです。各電子書店にて好評配信中。スターツ出版が運営する小説サイト&アプリのいちご、話題の小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録お願いします。